戻ってきたぞ俺はということで、今回はですね、皆さんこちらです、エトーガチャ行きましょう。あのね、正直ね、初めの100連の結果がやばかったんだよね。これだけいて100連してエトー2人っていうね、どういう確率っていうぐらいちょっと出なくてですね、まあエトー、ブスケツ、マルケスそれぞれ合わせて 3% なんで、まあ、3% なんでね、まあ意外とまあ特別獲得枠もあるし4人ぐらい来るやろうと思ってたらエトー2人のみっていう、まあ渋めの渋の渋の渋みたいな結果に終わってしまってね。なんか他がいっぱい来たんですけど、他がね多分ねナチョ以外全員来てるんよね、勢揃いしちゃってね。うん、もうちょっとお前偏ってくれんかって、ブスケツ、マルケス来てないのにね、あの他来てないのナチョだけってどういうことっていう感じなんですけど、まあ、サカツカのガチャってこんなもんでしょうっていうところでね、今回は挽回編でございます。この私がマルケス、エトーをガバガバ引いてドチョドチョ引いてチームをバカバカ強くしていく様を皆様にお見せしていこうかなと思うので、よだれ垂らしながら画面の外で見守っててください。行きましょう。さあまずは10連目一匹狼。お前はもう違うね、お前はもう違う、わかるわわかる、伝わってくる違いが。一匹狼は違う。コンラッド・デラフエンテ、なんか最近よく君来るね。なんか新しいベンイエデみたいな、あの昔ベンイエデよく来てたんですけど。さあ小やいやでレナト・サンチェス、ははーん、レナト・チャンチェスね。今噛んだ気がするけど、今どこ行ったんだっけ、フランスかどっか行ってますよね。モナコだっけ、バイエルンにいたんですけどね、前ね。ロバートのスノットグラス、存じ上げない、存じ上げないよ。あー、もう絶対違う、お前絶対違うね、絶対違うよお前。200連目だからねこれ、頼むよ。スティーブ・ベルフワイン、輝きを見せてくれ俺に。着ていくよ、まずは星5、銀河の門番。これはもう、デラフエンテでしょ。ちょ待って。そもそもデラフエンテはさっきのやつだし、ナチョは銀河の門番ではなくない？ちょっと待って、ナチョ銀河の門番、待って、今回さ、星5選手10人いる中でさ、ブスケツとさ、マルケスだけ来てないんだけど、どういうこと？ブスケツとマルケス以外全員来たんだが。そして、デラフエンテはいらないんだって、俺はマルケスが欲しいんだった。あぶねえ。ケレチーヘアナチョ。待って、銀河の門番って称するんやめない？ナチョのこと。銀河の門番ではないよね。とりあえず名前つけてけばいいってもんじゃないよ。君たち、わかってる？ロベルト・アルボルダ。さあ、特別獲得枠頼む、仕事してくれ、俺は信じてるよ。特別獲得枠が仕事してくれるの信じてる。フェデリコ・マティエロ、神よ神よ。ジェームズ・マッカーシー頼む、特別獲得枠仕事してくれ、見せつけろ。なぜヨビッチやねん。待て、君らさ、もうなんかナチョ全員揃っちゃったやん、これで。ブスケツとマルケス以外全員揃っちゃったんやけど、どういうこと？やる気ある？このガチャ。セオウォルコット。マジか、きついね。イアゴ・ファルケ。なんか今回厳しいね、俺のガチャのね、流れはね。一応ね、もう即引きたかったんだけど、もうそれはちょっときついということで、てかね、一回流れを変えたいなと思ってね、一日待ったんですよ。で、今一日待って引いてるんですけど。きついなぁ。これはきついぞ。イェンス・トールンストラ。ロンドンの潰し屋リベンジパスカット、これはねジャカーなんですよね。セントラルディフェンスミッドフィルダーはジャカーと
ブスケツがいてジャカ2人目っていうね、やばいね。この偏りがさ、きつい方に明確に偏り始めてしまった。キーガン通り、おかしいな、おかしいね、おかしいね。マキシミリアーノ・ゴメス、マキシミリアーノ・ゴメスだね。大丈夫だ、問題ない、安心しろ。来い、頼むんご。もうグスタブス・ベンソンはいらん。くやー、マジで来ないな。新選手3人が欲しいだけなのに120連して2人しか来てないってどういうことなん。ハリー・ウィンクスきついな。これはせめてなんかトニクロースとかにさ集中してくれたらさいいのにさ、なんか綺麗にばらけやがってさ。銀河の門番もいらんしな。タグリアフィコがクロサーだったらタグリアフィコ嬉しいんですけど、タグリアフィコオフェンスサイドバックなんだよな。どうしようかな。もう信じて引くしかないね俺は。ハイボール、ゴールキーパースティーブ・マンダンダー、高速ドリブル。違うぞ違うぞ、俺が求めてるのはこういうのじゃないぞ。待て待て、また50連終わるぞ。アレクセイ・ミランチュク、待って、せめてさ、せめてマルケス出そうよ。あの言っても確率 1% で出てくるんやからさ、ロニー・ロペス。待って、せめて1体出してくれ、マルケス。頼む、頼む、頼む。1体でいいわ、マジで、マジで。1体でいいから出して、デニス・ボイコ。もう出なすぎてさ、出なすぎてさ、名前忘れてきたよね、若干。ニコラ・ムル。守護神。おいおい、仕事してくれ、みんな。セルヒオ・アルバレス、お仕事の時間だよ。みんなお仕事の時間、うわーみんなお仕事の時間やで。ポゼッションキラータックル、クリスチアン・ラモス。セービング違うね。セルヒオ・アセンホ出てこいや。来たんじゃね、これは。来たでしょマルケス。よし、いやまず1人目140連して1人か、辛いな。所属クラブが6冠を達成した際の主力選手である、技術が巧み、彼のパスワークを誇るチームにおいて最終ラインから試合の組み立てに貢献したということで、とりあえず1マルケス、1マルケス、1マルケスゲット。さあサンドロ・ラミレス、なんかな、クロスがセントラルディフェンスミッドフィルダーもできたらよかったんだけどな。ってかクロス OMF ではないよね絶対ね。さあまだ期待したい、まだこのままもう1回ぐらいマルケスが来ると俺は信じている。ルドビッチプラス、おいマルケス1人出すのに何千 GB 使って4万円分ぐらい使ってるんだけど、そんな 1% って出なかったっけ。その 1% の出なさの最も出ないレベルで来るのやめてくれんかな。ダビド・スピナー、このマルケスとエトーでさ合わせて 2% あるわけやん。 2% ってさ、まあ大体ね、まあ40連ぐらいで1人来るわけやん。もうちょっと来てくれてもええんやで。なんかそんなさ、40連で1人って最低だからさ、最低するぐらいで来るよっていう。普通になんかもうちょっとさ、20連とかで来てもいいのにさ、君らそういうサービス精神がないね。あかんよ。サービス精神、今の日本人に欠けてるのはサービス精神。おもてなしの心だよ。ニコラス、ニコラスおもてなした今。俺のことおもてなした本当に。キラータックルは知らん。まあ、ジャカはな、リベンジパスカットの餌にできるって考えると若干ありなんだけどな。負けれれにつけたい。押し来た。もうただね、ちょっと待って。一個寄せて、セルヒオ・ブスケスは実はいらん。実はこいつはいらんのよ、俺。実はな、正直なところな。正直なところ、ブスケスちゃんはいらないんだよな。うん。実はな。でさ、この10人いてさ、最後の2人でマルケス・ブスケスってどうなん。お前らもっと早く出てこい。やめろやめろ、貯めるな貯めるな。望んでないよ、そういうの。
もうヒーローは遅れてくるとか誰も望んでないよ、みんな。スムーズに来てくれるのが一番。ヒーローはね、遅れずに来るのが一番だからね。遅れてきてたらそいつもただの遅刻だから。あかんよ、遅刻しちゃ。さあ、もう一枠ぐらい来ないかな。あとこの10連の中でマルケス2枚引きぐらいできないかな。ルイディアス。もう完全にブスケス存在忘れとったしな、俺。デニス・スアレス。来た、パンテーラ・デラ・ルス。誰かわかんないけど、とりあえず新選手のことは確かだ。そして俺はマルケスだと信じている。エトーは監督しようも。はい、エトーさん、監督のために着々と歩みを進めていますね。監督させていただきましょう。ありがとうございます。これはいいね。今これでエトーが4人目だから、結構いいんじゃない ?4 人いたらね、簡単に監督できるよってことで、とりあえず今回50連こんな感じです。今回は悪くなかったね。50連してエトー2のマルケス1、ブスケツ1なんで、50連どころは全然悪くない。むしろ前回がね、100連してエトー2っていうね、もう意味わからんかったんで、ちょっと、後半50連もね、切り替えてマルケス2ぐらい取りに行けるように気合入れていきたいと思います。ってことでご視聴ありがとうございました。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。